はい、こんにちは、5月20日日曜日午後5時前です。今私は国道220号青島バイパスのそばにあります青島パーキングに来ております。明日の金環日食の撮影の候補の一つとして挙げてます青島パーキングから見た風景なんですが、ちょっとねご覧のように、パラパラと雨が降っておりますし、あと厚い雨雲がかかっております。明日の金環日食、観測できるかどうかちょっと怪しい状況ではありますが、とりあえずここもね、撮影の候補地として、撮影を、予定しておりますが、まあね眺望は非常に良いところで、まあ天気になればね、綺麗な、金環日食を、見ることができるのかなと思っております。本当、あと天にお祈りを、したいと思います。どうぞ明日晴れますように。はい、以上、国道220号線、青島パーキングからお伝えしました。